はいどうもこんにちは、まみよしです。ということでね、今日紹介する雑誌はこちら、モノマスター10月号の付録、ハミルトン2層式ショルダーバッグ、こちら紹介していきます。お値段は特別定価税込み1150円になります。でこちらのバッグの特徴としては、2つの荷物入れで散歩旅行に最適。開けるとこんな感じで、かなりパソコンポーチが2つに3つかに、タオルに折りたたみの傘、これタブレットですね、でスマホだったりメモ帳ペンなんかを入れることができます。結構大容量になってますね。ということで早速こちらの付録開封していきます。はい、こちらが付録になります。ハミルトンのショルダーバッグ、開けていきます。はい、ということでこんな感じになります。まず第一印象としては、生地がしっかりしてるって感じですね。これが1150円にしてはかなり生地はいい感じになってると思います。でここにハミルトンのロゴがあります。結構しっかりしてます。でそしてチャックもね、かなりしっかりしてるものになってます。壊れる心配とかも特にないかなと思います。はい、ということでね、形整えて実際に物を入れてみました。結構ね分厚くなってますね。でなのでかなり大容量になってます。結構物入ってるのでこの後紹介していきます。でチャックなんですけども、こちらかなりしっかりしてるものになってます。ここも合皮革かな、そういうものになってます。で小さいポケットはこれチャックが1つなんですけども、大きいポケットはチャックが2つ、どこでも止められるようになってます。ということで何を入れたのか見ていきましょう。まずは小さいポケットから、こちらの中には鏡、そしてスマホで、 Wi-Fi ルーターに、こちら財布にモバイルバッテリーですね。これだけの量を入れてもまだまだっていうか、もうちょい、タブレット1枚分ぐらい入る感じのスペースになってます。なのでかなり容量もでかくて、いろいろ入りますね。でそしてこっちのメインのポケットに何を入れたかというと、はい、まあね、実際にこう入れるものではないんですけども、まず箱ティッシュ、これ結構ね大きさ分かりやすいので入れてみました。箱ティッシュ入れて小指1本分ぐらいかなの隙間があります。でそしてあとは小さめの7インチのタブレットで、こちらですね、これ、大阪とか遊びに行った時に使った自撮り棒なんですけれども、これね大体小さいバッグとかに入れるとこの辺で切れて、こっからここが入らない、なので斜めに入れて入れるか、それでも入らないっていう場合があるんですけれども、この状態でもこうぴったり入れることができます。なのでこれ結構便利かなと思います。これ入れて、であとはお茶とかそういうのも入ります。水筒とかね、で入れてもまだ空きありますね。あと1本分ぐらい入るかも、なので1リットル分ぐらい入るかな。ここに入れて、あとここに入れてみたいな感じでできます。これ iPad も多分大きめの11インチのものとかも入ると思います。実際持ってないんでちょっとあれなんですけども、まあサイズ的に入ると思います。でチャックの開閉もスムーズです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらのハミルトンの2層式のショルダーバッグ、奇抜な色とかではないので、使いやすい感じかなと思います。概要欄にね、Amazon の購入リンク貼っときますので、気になる方はぜひ買ってみてください。雑誌付録紹介とかね、いろんな動画上げてますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで以上、バイ。